今日からオープニングに、はい、一ニュータイワンドルいくらかっていうと台湾の天気、うん、今日の天気です。今日の天気、台北気温28度、うん、この時間は夜だから涼しいだろうな。台湾高雄、台北の気温いますね。はい、取れちゃった。3.239 です。すずさんのこの小室のニュース一番最後にやります。小室のニュース最後にやります。一番最後、はい、でその後にジョリンツァイの曲かけるので、うん、その後にジョリンツァイの曲かけるので、はい、でこれは本当に最後です。これ一番最後、はい、あの Q シートであるこのエンディングにこの台湾情報を言うんで、はい、あのバニラエアが就航するっていうのと、うん、このあれが、はい、撤退するっていうんです。はい、2秒前、ビーチ。時刻は夜10時を回ったところです、皆さんこんばんは。台湾情報バラエティジャッパーブエのお時間がやってまいりました。この番組は台湾大好きの私ユナーリンがお届けする沖縄発台湾情報爆発番組です。沖縄の台湾のあれこれや魅力を番内発信していきますので皆さんよろしくお願いします。番組を担当するのは私 MC ユナーリンと鈴と、こんばんは、入江さとみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週もやってまいりました。あれ、なんか反応が薄い。あのいいんですよ、反応どんどんしちゃって何に反応今ね、今どこにどう反応したらよかったのか反応するとこないですよ、ね、なんだ、わーいとかあーあわーいって。あのもうさんはでも2週間ぶり、はい、2週間ぶりです ですよね、はい、先週いなかったから、うん、先週はお久しぶりということで、はい、ですね、今日から番組が始まるときにですね、うん、もうせっかくなんで台湾の今日の台湾ということで台湾の天気とレートを紹介しようかなと思うんですけど、うん、本日の1ニュータイワンドルは 3.239 円となっております、うんうん、なので前ちょっと僕が行ったとき 3.5 ぐらい越してたんでお得です、うん、はい、旅行日和かな。で天気は台北市内28度から37度、降水 37? はいの間で降水確率が 0% となってます。今日は台湾観光日和ですね。もう夜だけどね、はい、ちなみに台湾と時差は1時間あるので向こうだと21時なので、ま、9時だね、はい、いや台湾ではこれからじゃないですか。夜今からです。今から夜市とかで、そうそうそう、ビール片手に夜市飯を十分楽しめる時間かなと思うんですけど、37と27でしたっけの間です、はい、この差やばくない、まあ、連日台湾ちょっと猛暑が続いてるみたいなんですけど、すごいね、うん、なので、まあ、熱中症とかには気をつけて、うん、楽しく台湾観光をしていただければなというふうに思うんですけど、さてさて、この番組ではメッセージやコメントを募集しております。台湾についてのエピソード、台湾についての疑問質問、台湾に関することは何でも OK です。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。
そして本日のテーマは台湾にもあったんだっていうことで、え、あんなの台湾にあるんだみたいなのをちょっと紹介したいなと、うん、はい、番組の間にちょっと考えて了解ということで、はい、この番組はユーストリームやツイキャスで映像と音声を配信しております。 FM ギターのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。ツイッター、ツイキャスはツイッターとも連動してますので、たくさんのメッセージやコメントお待ちしております。ということで今日のオープニングトークは、昨日と一昨日になんと我々の大好きなフェイルンハイのアーロンが、うん、6月15日にサードシングル、うん、日本でのデビューサードシングルを出して、うん、で来日イベントをやってました、うん、いいな、終えましたね来日イベント、はい、行きたかった。行きたかった。やってたことすら知らなかった。あの CD を出すことは、うん、してましたよ。してた、うん、あのなんだっけ、先々週かぐらいにアロンがちょっと活動休止するっていうぐらいの情報しか知らなかった。まさか休止するから曲出すとか思ってもいなかった。うん、曲は前から決まってて。そうなんだ。で、まあその最近になってちょっと勉強するために留学するっていうことで。休止を発表したんだけど、なのでこのサードシングルで今回もなんとあの作詞がミツマングローブさん、ほ、あの今回アーロンの、前のやつもその前のファーストシングルも、うん、ミツマングローブさんが作詞、作曲がジュディアン＆マリーのタクさん、初めて知った、はい、なんですよ日本人がね、はい、あのなので日本デビューアルバム日本語で歌ってるってことですね。日本語。で、今回もあのミツマングローブさんが作詞で作曲がそのタクさん、それは知らなかった。ジュリー&マリーのタクさんでやってるかな。タクさんなんですけど、で先週の18日、あ先週じゃないな、一昨日か。うん。一昨日の18日は神戸でイベントを行って、で昨日19日は東京のビーナスフォートでイベントを行っていました。まあ、残念ながら、でそれに伴ってKKBOX っていう定額音楽配信サイトではそのアーロンと音楽を聴きながらチャットをしようみたいなキャンペーンをやってて、で昨日、まあ、その時間になってちょっと見たけど、まあ、1分間に100件ぐらいチャットが入ってきて、一応コメントはして、ね、わーんってコメントしたんだけど手に負えないですね、消えちゃった、消えちゃった、あっという間に流れてしまう、流れちゃった、で日本だけじゃなくて台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイでアジア6カ国で同時にやってたみたいで、すごっ、いやそれはコメント読まれるわけないだろうみたいな、っていう風な感じだったんですよ。そうなんだ、まあアーロンは一緒に写真を撮った仲だから、いやいや友達みたいなこと言ってるけど、でも2回撮ったんだよ2回、いやいや、ね、羨ましい、友達かもよ、しかもこんな肩、2回撮ったら友達でしょ、もうどんな基準かがわからん、で肩やったりとかで、トシャトシャって台湾語でありがとうっていう意味だけど、トシャトシャって言って、あすごい台湾語とかって言ってもらって、すごい会話したんだ、会話した、あすごい台湾語っていうのは日本語で言ったの、はいはいはい、そこはだから多分もしかしたら記憶の中で与那嶺弘樹っていうのがあるかもしれない名前言ってないけどねそこ惜しいで、名前は言わなきゃ、名前言っとけば多分でも与那嶺弘樹っていう多分単語を覚えきれないのかなと、うんうん、まあね、まあそういう中、インパクトのある格好とかさ、うん、すごいので行かない限りいい、ね、前そういえばショールオーが来た時に、うん、あのシュエハイ、あのリンダーランのあの髪型、髪型できた、わかんないよ髪型、僕のスイートデビルっていう、あキノコみたいな、パイ剣心っていうドラマの中で、はいはいはい、キノコのリンダーランっていう役が、あれね、バナナマンの日村みたいな、みたいな髪型してて、でその格好で来てた子供がいたわけ、でその子はもうショールオーははーって言っても話題に、わーわーみたいな感じで、それはもう髪型と子供がやってるあたりでもう、うん、そう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 、ね、だからインパクト与えれば
芸能人に覚えてもらえるのかなと と思った最近この頃であります、はい、ということで今日はそのアーロンの日本デビューシングルサードシングルの、モノクロームダンディっていう曲を多分どこの放送局よりも一早く放送してるのかなと思うんですけど流したいと思います。あのはいコメントコメント声が出ないコメントどういうこと声が出聞きたいからあ、分かりました。そうそう待ってる早速、はい、待ってるから流したいと思います。早速よろしく。はい、いきます。ダンサーズさんこんばんは。ダンサーズさんお疲れ様です。台北は猛暑で火事が多いようです。猛暑で火事が多い乾燥してるとかではなく、でも台湾はどっちかというとジメジメする感じだと思うんですけど、ね、火事だったら乾燥してたら火事とか多そうです。あ、現在は28度、だいぶ涼しくなってんじゃん、28度って、うん、でも湿度27度だからちょっと、70% だからジメジメしてるから、70%で、あ、三毛猫好きの犬さん、こんばんは、こんばんは。で、三毛猫好きの犬さん、今夜は、意外、台湾にもあったんだとお届けします。さすが新日国の台湾、私たちの周りにもいろんなものがありますよ。あ、意外に見た Facebook のコメント、意外に見た、全然興味してる。これがミッツさんがやってるやつ、はい、ミッツが作詞してるやつで、ジュリマディのタクさんが作曲してるやつ、うん、作詞作ちょっと CD を来週まで手に入れようかな。私も欲しい、これ。あの本当は今までイベントで CD を買ってたのでイベントで CD 買ってて、でそれで握手券とかにしてたんで、最近はでも参加できないから買ってないんですよ。ましてや沖縄にはもうね、はい、そうそう来ることないしね、内地にいないと。まれにファンミーティング沖縄でやることがあるんです。1回か2回ぐらい、うん、あの二郎のフェルンハイ二郎、うん、マドンチェンの あれを1回沖縄でやってました、ファンミーティング。あ、で空軍1号さん、キノコ頭、そうです、キノコ頭で来てたんです。ダンサーズさん、昼間が乾燥してるようです。昼間乾燥してるんだ、どれぐらいだろうけど。テクグ1号さん、レイニーヤは東京デートして、あ、この早い情報が、レイニーヤ、その僕もさっき見たんですけど、レイニーヤがなんか中国大陸の俳優と一緒になんか最近交際宣言したみたい でそれで中国大陸 の俳優さんと一緒に東京デートしてたみたいな、原宿新宿デートしてたみたいなんです。僕も見ました。お届けしております。なんかメッセージコメントあればぜひお寄せください。何でもよろしいので、あの実際台湾に行かれてこんなのあったんだっていうエピソードがあればそういうのをお寄せください。あ、どうしました。今、2人は真剣に聞いております。
福口洋さん台湾で、あ、これ後で、そうだ、後で読みますね、これちょっとしばらくしてから本編で、ラジオ本放送で読み上げたいと思います。誰とデート相手が気になる、時刻は夜10時14分を回ったところです。台湾情報バラエティジャッパーベイをお届けしております。さてさて、この時間からですね、台湾ニュースヘッドラインと題しまして、台湾でこの1週間にあったニュースを紹介していきたいなというふうに思っております。最近何か2人はニュースあった？あ、ちなみに土日、私、はい、宮古島に行ってきました。守くん、いいえ、金曜日の、夕方に行って、はい、アナで行ってアナでアナで帰ってきました。何しに行ってたんですか？さすが飛行機番組。土曜日に、宮古ロックフェスがあって、うん、まあ、スカパラとか、 あとは、まあ、鳥では一応オレンジレンジがいたんですけど、一番メインは多分ケツメだと思う。ケツメシ、ケツメケツだけど真ん中ぐらいに、ワンオクロックとか。ワンオク、すごいじゃないですか。もともとワンオクも2回目で、そうそう、ワンオクも見たくて、今回メンバーがすごく豪華で、豪華ですね、本当に豪華。いいなぁ、いいなぁ。晴れてました。2泊3日、すべて晴れ。ちょうど梅雨明けして、よかったです。すごい、いいなぁ、台湾行きたい。あれ、まあ、宮古島も行きたいです。宮古島も行きたいですよ。宮古島も離島行きたい。しかももう一個すごいのが、ケツメの新曲の PV 撮影をやりました。それはライブ、初ライブ、そうそう、ライブで、ライブ映像が、そうそう、 PV になる。じゃあどっかで流れる、どっかでもしかしたら映ってるかもしれない。めっちゃ弾けたけど。でももしかしたらちっちゃくじゃなくて大きく映ってるかもしれないっていう。わからないけどね。そう、まあ楽しみということで、はい、それぐらい。じゃあですね、まあ、台湾のニュース、はい、いっぱい紹介していきたいと思います。はい、今日はなんと台湾と沖縄に関するニュースが結構あるので、まずは台湾と沖縄に関するニュースから紹介したいと思います。はい、どうしましょう。何からいく？何からいきます？何から？じゃあ経済、どうしよう、私から今日は。あ、じゃんけん、そういえばじゃんけん、何でしたっけ、じゃんけんの仕方、何だったっけ、じゃんけん。先週ちょうど来てくれた、高博さんっていう方が、はい、台湾に留学してて、でそこでじゃんけん教えてもらったんですけど、シーとなんとかなんだっけ、シーとなんとかプーだったんですけど、あー思い出してきた。じゃあまあまあ、なんとかできましょう。チョキは分かんないんで、あ、でもスズのやつは、あの最後に、最後に、そうそう、なので、じゃあ、2つあるんですね、一応、はい、どうしよう、まあいいや、めんどくさいから先に読みます。はい、はい、同じトレーラーでシームレス物流、国内初、琉球海運が台湾で実施へ。6月15日のニュースですね。琉球海運那覇市山城博美社長が、沖縄で荷物を積み込んだトレーラーを台湾で走行できる許可を台湾政府から受けたことが14日分かりました。沖縄での集荷から台湾での配送までを同じトレーラーで実施できるシームレス物流を早ければ今月から実施します。
貨物船への荷物の積み替えがなくなり、輸送時間や費用を短縮できます。日本と海外を結ぶシームレス物流の本格実施は国内初となります。琉球海運は5月、台湾交通部から同社所有のトレーラー8台に対し、台湾のナンバーをつけて走行する許可を得ました。早期運航を目指し、台湾での通関時期などを調整しています。シームレス物流は国内ではすでに主流ですが、日本と海外を結ぶ航路は海外での車両乗り入れの規制が厳しく普及しておりません。日本では韓国への乗り入れが試験的に実施された事例があります。で、沖縄と台湾の港湾で積み替え作業がなくなり、コストが期待できるほか、荷物を傷つけるリスクも減り、コンテナに積むのが困難な長かったりいびつだったりする荷物も運べるようになります。琉球海運は顧客の選択肢の幅を広げ、台湾と沖縄の物流を増やしていきたいとしております。はい、っていう感じですね。で、同じく経済ニュースをさとみ班から。はい、私今日鼻声なんで超聞きにくいかもしれませんが申し訳ありません。健康連とニアック台湾とものづくり協定市場拡大へ連携。県工業連合会と南西地域産業活性化センターは17日、沖縄と台湾のものづくり産業の連携促進を図るため、台湾の経済団体台日商務交流協進会とシンクタンク台湾経済、台湾経済研究院と、連携協定書の覚書を締結しました。同日、台湾台北市の台北国際会議センターで MOU 締結式、こちらあの覚書のことですね、あの MOU 締結式が開かれました。対日商務交流協進会は約100社が加入する。高理事長は沖縄と台湾の企業が信頼できるパートナーとしてアジアへの市場展開を目指したいと期待を込めました。初の海外連携協定を結んだ健康連の五谷会長は、当初で亜熱帯の環境で生み出された沖縄の製品は台湾にも有用だと県内企業との連携を呼びかけました。ニアックの石峰会長は、沖縄の企業が海外展開するにはアジア市場でネットワークを持つ台湾との連携が重要だと挨拶をしたそうです。はい、以上。あれ、うん、難しいよね、難しいね、言ってることがね、そう、経済的なものだけど、まあ一応締結、簡単に、そうですね、簡単に言えばその交流、経済の交流を、台湾とものづくり協定っていうことなので、はい、今後そうですね、物流での約束っていうか、あの物流しやすくで、さらにはこのものづくりでもお互い協力し合えるっていう環境が整ったっていうことですね。楽しみ、はい、もう一個どっち行きます？あと一つのニュースは、あ、そっか、じゃあ今沖縄と台湾のニュース紹介したんで、次は台湾のニュース、台湾だけのニュースを紹介したいと思います。はい、2人どっちからか先か、私いいですよ。あ、そっち、あ、でもそっち最後だから、そっち最後だから、そうそう、私最後みたい。これも最後なんですか？これは また後で、それはまた後でなんで、あ、OK です、分かりました。じゃあ台湾の大学共通入試受験申し込み者が過去最低更新、昨年より6000人減ということで、大学入学のための共通試験大学入学指定科目講師が7月1日から3日に行われます。大学入学講師センターは、受験申し込み者数は5万871人で、過去最低だった昨年の5万7237人よりもさらに少なくなったとしています。1日に物理、化学、生物、2日には数学、国語、英語の、3日には歴史、地理、公民、社会の試験を全台湾1287会場で実施、公民、社会のみ全問題が選択式になっている以外は全ての科目で非選択式問題が導入されるそうです。キャー、減ってきてるね、入試受ける人、ね、なんでこんなに減ってるんだろう、なんでだろう。台湾も日本と同じようにこうセンター試験みたいな制度導入してて、でこれがいわゆる共通入試ってやつみたいで、でもあれだね、選択式じゃないって大変そうじゃない、ほら、なんかね、もう全然分からなかった、どれにしようかなでやったりとかする時も、鉛筆コロコロができなくなる、そうそう、できたのに、これ大体が非選択式問題って、
超大変そう、狭きもんだね、厳しそう、うん、はい、以上でございます。はい、感じで、じゃあ、このニュースは一番最後に読むんで、そのはい、OK、はい、小室さんのやつを、やつ小室哲哉台湾でピアノコンサート、グローブや安室奈美などの名曲披露、台北20日中央フォーカス社音楽プロデューサーの小室哲哉は19日の夜、台北市内でピアノコンサート小室哲哉ピアノバイオグラファグラフィーフューチャリング坂本美優を開催し、グローブのディスパーチャーズやアムロデパーチャーズ、間違えた、はい、グローブのデパーチャーズやアムロナミエの Can You Celebrate など名曲を披露した。詰めかけた約900人の観客の中には子連れのファンの姿も多く見られ、懐かしい音楽とともに青春の記憶を思い出していた。小室が台湾で今日、演奏を披露するのは4月に予定されていたが、右足関節骨折のため延期されていた。小室は同日午後記者会見に出席し、今年3月にテレビ会議方式で台湾メディアからの取材を受けた際、コラボレーションしたい台湾アーティストとして女性歌手面白い、女性噛んだ、いい、女性歌手の、はい、女性歌手ね、はい、のジョリン・ツァイ、はい、ツァイ・イーリンの名前を挙げていたことに触れ、うん、どんな楽曲を提供したか尋ねられると、バラードと回答し、うん、おかしいね、もういいよ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 、回答しました。やばい、ただ先日のと爆言以降、先日の爆言以降、爆言、うん、あ、まあいい、はい、ごめん、爆言じゃない、うん、うん、いや大丈夫、いい、はい、ジョリン側からのオファーは得られず、はい、あまり興味もないのかもと苦笑いを見せました、うん、そして来場したメディアに対し、うん、ジョリンへの伝言を依頼する場面もあった。何やばい、もうカミカミだよ。いやいや、これからねえ、緊張してまあ小室さんが台湾で公演したっていう、うん、前回話してたやつですよね、なんか小室の話しました、発言、小室じゃなくて、え、なんだっけ、なんか言ってなかった、え、わかんない、何、え、何の話、え、してなかった、小室哲哉じゃなくてさ、うん、そのなんだっけ、ジョリン・ツァイ、うん、ジョリン・ツァイ、そう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 、ツァイリンが、そうそうそう、が発言、なんか発言したんでしょ、うん、何、誰に、何を、何、もうやめて、やめよ、何って、何、やめよ、はい、違うや、ごっちゃになってる、マイクが、うん、やめましょうもうやめよ、グダグダになる、はい、まあそういう、うん、まあよくある台湾、あ、先週はちょうどパフィーが台湾に来るっていうニュースを紹介して、やったね、結構いっぱいいろんなアーティストが来て、でちょうど小室さんでしたよね、ちょっとお捕まりになったの、捕まったの、はい、何で、小室さんですよね、わかんない、まあお捕まりになったと思うんですけど、それで、あ、確かなんか詐欺的なやつだったような気が、それでだからまあ毎週1曲作るみたいなことで30週連続で曲を出すみたいなことを確かやってたような、わかんない、あれ、まあまあまあ、わかんないいやいやいや、まあそういうことです、うん、あ、まあはい、小室さん台湾に来たんです、行ったんですよまあ久しぶりに懐かしい曲を流して、うん、みんなね、うん、感激とかね、そう思い出が出たということですね、うん、あ、そうだ、はい、そういえば確か小室哲哉っていう名前の建物が台湾に ありますよね、 ありますよねって言っちゃった、うん、あるよね、芸能人の名前、日本の芸能人の名前の建物とかがちょこちょこあるっぽいよね、うん、初めて知りました、うんうん、何それ、小室哲哉っていうなんかマンションか建物が、うん、あった気がする、本人は関係してるの、いや全然関係ない、ああそうなんだ、あやかろうっていう話じゃないですかみたいなのが
あるんですよ。へえ。はい。ということで、まあ主要なニュースを紹介しました。なんでツイキャスにコメント来てるんで紹介したいと思います。ダンサーズさん、名古屋のダンサーズさん、機会がありましたら台湾の離島ポンフー島へ行ってみたい。あ、行ってください。行ってみてください。七島巡りがいいですねっていう風な感じで。ポンフー諸島行きたいですね。なかなか行けないので、台湾国内の離島っていうのはあんまり行けない。行ったことないよね。台湾の離島。小琉球だけ行ったことある。小琉球。そこしか行ったことない。小琉球は台湾の下の。うん、高雄とか、はい、ところですけど、うん。そうそうそう。から船が出てた。はい、で空軍1号さんのコメントはちょっと後に取っておきます。はい、これ言うので。で、シローさん、アツオさん、アツオって来てますね。はい、いつもありがとうございます。あ、いや本当にそういう感じで紹介してますから、他の番組でもいつもありがとうございます。で、ダンサーズさん、マンションですよねって、多分小室哲哉の話なんですけど、小室哲哉はマンションだったかな、建物でしたね。壁にね、こう名前が、うん、小室哲哉って建物のビルの名前が、うん、名前、まあなんで小室哲哉か、何のあれを指し示してるのか、ちょっと木村拓哉とか、なんかそんなのもなかったっけ。木村拓哉まではちょっと分かんないけど、まあ小室哲哉あるんで、ちょっと多分ネットで検索したらすぐ出てくると思うので、はい、あの小室ファミリーが好きな方ぜひ検索してみたら何ですか、はい、ということで、はい、小室さんがちょっと一緒に共演したいって言ったアーティスト、うん、ジョリン・ツァイ、うん、ツァイリン、まあ、彼女はもう安室奈美恵さんをリスペクトしてて、うん、なんだろう、その曲調とかダンスとか感じが安室さんっぽいんですよ。で、そのジョリン・ツァイの曲を、まあ、僕もそんなにツァイリンの曲は分かんないけど、この曲を流したいと思います。はい、大衆衆者ザ・グレート・アーティスト、英語で言うとザ・グレート・アーティストっていう名前の曲をかけたいと思います。はい、読めばなんとかなりますって。大丈夫ですって。頑張る。まあ、これもある意味訓練の場になるじゃないですか。何の訓練よ。だいぶ訓練。いらん。いや、人前でその話す。十分できてる。いや、まあまあできますけど。広場で十分。まあ、そうですよ。硬いニュースは1個ぐらいでいい感じがする。難しい、あの文章だけ聞いてても全然入ってこない。あれ字で見てわかるって感じだから。じゃあ軽く紹介します。軽いもの、こういうの結びまして、本当にそれこそヘッドラインみたいな感じで、うん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 、とかでもいいし、ものづくりの協定を数をやっぱやりたいのであれば、ね、短くして、はい、今ここで、はい、ここで、ここで、ここで会議してる。その通りだと思う。すいませんです、ね、聞こえてるもんね。ごめんなさい。みんなね、素人は無理だよ。いやでも素人が読んでて自分でも何言ってるか分かんない。これ何の話だっけってなっちゃう。難しい。ちょっと分かりやすい書き方。理解して分かってるんだったらいいよ。分かってなくて喋ってるから。難しいニュースはもうヘッドラインみたいな感じで簡単に砕いたの。1、2行ぐらい。こんなの締結してしたってさ、みたいな。そうしてほしい。
飛行機の話だったらいいよ別に。あ、飛行機だったら。だから飛行機今日持ってるんですね。あ、そうそう、たまたま、そう、たまたま手に取ったら飛行機。ああ、飛行機じゃん。バニラの記事がないの。飛行機言いたいと思って。あ、印刷してなんだ、今印刷してるの。ちょっと CM 中に取ってきますね。はい。いいえのき、いいえのきさん。いいえのき？なんて美味しそうな名前。いえのき。いえのきさん。いえのき？初見です。ありがとうございます。はい。まあ、どういう番組かって、台湾のことを、台湾っぽくゆるくるやってる番組です。そうなんだね。バニラ取ってきますね。でも落ちてる。コインが足りないって。なんか誘惑さ。コインが足りない？そう。もうコインが。これ一番最後に。寒っ。一番最後にこれと一緒に紹介します。皆さん、あだ名がえのきです。鹿児島から聞いてます。頑張ってください。ありがとうございます。えのき、美味しそうだな。美味しい。これ何を言うの？ん、最後の一番最後のエンディングで紹介します。両方のニュース、撤退と中高の上の真ん中のニュースです。これ、はい、簡単にでいいですよ。必要なのだけ。新しく出るってことは瓶が、はい、あ、そうなの。そうなんです。一つが減れば一つ増えるのね。そうです。そのニュースを紹介します。じゃあ、友達なくなって寂しいと思ったそこのっていう感じの話、はい、でお願いします。そこの皆さんも増えるなかさって。いやいや、おかしい。せっかく飛行機だからって言ってたのに。いやいや、どうするんですか。私これで十分。何が十分なのか分からん。何、バニラアイア。今の、渡辺さん、今のめっちゃいいよ。今全部聞こえてるじゃないですか、これ。何、今のめっちゃいい。素晴らしい。バニラアイア。わぁ、思い立った発言っていうの。あ、いや、だからそれどんどん言ってください。素晴らしい。思ったこと何でも言っていいんですよ。さすが佐藤。9月からなの、はい、すぐじゃないですか。そろそろ本番入ります。Yes, sir.すいません、はい。時刻は10時36分を回ったところです。台湾情報バラエティジャパベをお届けしております。あれ、なんか笑いが聞こえてきた。すいません、何でもない。あ、ちなみになんで笑ってる。いや、だって曲がさ、はい、福山のさ、はい、東京にもあったんだ。なんで福山なの、はい、東京にもあったんだっていう曲、はい、なんでこの曲。ちなみにユースとツイキャスの方は曲は流れてないんですけど、そっかそっか、はい、ラジオを聴いてる方はバックで福山雅治の音楽がかかってるんですけど、なぜこの曲か、うん、なんでですか。なぜでしょう。はい、なぜでしょう。答えは簡単です。今日のメイントピックテーマが台湾にもあったんだだからです。そうね、はい、ということで、はい、ということで今日のメイントピックは、え、それ台湾になったのっていうのを紹介したいなと思うんですけど、はいはい、じゃあ2人が台湾に行って、はっ、これと思ったものって、これね、さっき考えといてって言ってたじゃないですか、はい、もううちらニュース読むので頭でいっぱいで何も考えてなかった。じゃあもう、うん、分かる分かるって納得してうん、ください、はい、で、まあ、そんなこと言ってる僕も、うん、結構てんやわんやであんまり知られてきてなかったんでちょっとネットに広がってたものを参考に、はい、あ、そう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 って補足する感じで、はい、行きたいです、はいはい、このサイトにですね、台湾で流行人気の日本のもの8選って書いてあるんですけど、ほうほう、で一番目に来てるのが飲食店シリーズで、うん、スキヤ、すき家あったあったあった、すき家ある、吉野家は見た、吉野家もあって、すき家が2014年の7月にオープンしたい、うん、そうなんだ。でちょうどその時に8月ぐらいかな、台湾に行った時に広告ですき家の求人募集が
新聞に載ってて、確か台湾のグーティンっていう古い亭主の亭って書くグーティンっていう駅の近くだったような気が、グーティン店、なんかもう好きや、あの好きやって思うけど結構並んでるみたいで、 すごい人気ですよ。私の親戚はここに沖縄来た時に案内したらすき家に行きたいって。沖縄のすき家、すき家に行きたい、そうそう。置いてるメニューって同じ感じなのかな、やっぱり台湾メニューと。今ちょうどメニューがあって、うん、なんか牛豚丼で焼き牛肉丼、でなんだろう、豚軽食みたいな、うん、似たようなものじゃないかな。まあそうだね、丼ものやっぱり味の一番丼とか謎のやつとかなんだろうなんだろうね、うん、あれなんでルーローファンとかなんかそんな、なんかがあるわけではなくてではないんだね、完全に日本のものな感じとかなんだね、うん、みたいで、で確かモスバーガーも台湾にあって、うんうん、吉野家モスバーガー好きや、ケンタッキーもあります、ケンタッキーもあります、うん、マックとかケンタッキーマックとかはマラード、マラーダーでしたっけ、マイランタン、マイランタン、うん、マイランタン、マイランタン、ケンタッキーはケンタッキーは何て言うんだろう、ケンタッキーに、あ、ケンタッキーは何、ケンドゥみたいな、あの皇帝の皇に、皇帝否定の皇に徳っていう字、うん、何て言うんだろう、あ、なんかそんな感じの字だった、うん、うん、まあいいやっていう、ケンタッキー、まあ、ケンタッキーマクドナルドは日本のじゃないんで、まあ今回はもうスパなんですけど、まあモス、モスとかモス、スキヤ吉野家があります、うん、でそれからコンビニだったら、うん、まあ、ファミマとセブン、うん、セブンイレブン、セブンイレブンは入ったらパンパンファインクアリンって言うかも、言うかも、うんうん、言いますよね、うんうん、いらっしゃいませって言います、パンパンファインクアリンっていう、でセブンイレブンかな、ファミマもかな、お茶のウーロン茶の煮卵がある、あ、入ったらあるね、うん、その匂いが、もうね、台湾の匂いっていうと五香粉っていう香味料の匂いで、その匂いを嗅ぐともう本当台湾、台湾っていう感じがして、うんうんうん、でセブンとかファミマとかコンビニの中に入るとこの五香粉の匂いが、あら、八角とは別なの、八角、まあ、八角とか五香粉の匂いがすごいして、その匂いを嗅ぐと台湾だみたいな感じ、ミスドもあるよって、うん、ミスド、ミスドも確かに、あの台北駅にあったかな、あったかも、ミスド、ミスドだから日本のこの飲食店結構あるんですよ、でファミマ、ローソンもあるんですけど、うん、あ、ローソンあったっけ、ローソン、あ、ローソンないや、ごめんなさい、セブンとファミマです、うんうんうん、セブンとファミマ、台湾は4大コンビニがあって、あとハイライフとオッケーマート、うん、があるんですけど、まあそれは現地のやつなんですけど、だからなんか困ったなって思うとき、やっぱりなんか本能的にファミリーマートとかセブンに行きたくなりますよね。でセブンイレブンのそのセレクトみたいなやつはもうお茶とか20元ぐらいで、だから60円、ペットボトルのお茶が60円ぐらいで買えるですよ。オリジナルのキャンペーンもありますよ、ね、あります、あの限定の、マイイーゾウいいでしたっけ、うん、1個買って1個サービスみたいなのとか、マイウリャンか、マイリャンゾウウいいかまあ要するに2個買って1個サービスとか、うん、1個買って1個サービスとか、6個買って1個サービスとかっていうサービスをよくやってて、うんうん、なんで例えば2人で3人でコンビニ行ってたら、うん、2つ買って1個サービスとかだったら1個得しますよね、うんうんうん、そういうキャンペーンを台湾のファミリーマートじゃなくて台湾のコンビニではよくやってます、うんうんうん、で、ツイッターで、家の木さん食べたことないんだよな、美味しいんですかねって、これはどっち、どれのミスド、違うね、なんだろう、すき家とかかな、すき家かな、でダンサーズさん、それっておでんでしたっけ、おでんみたいなのも確かにコンビニにあるけど、うん、あれはなんだろう、おでんなのかな、台湾式のおでんみたいな、うん、台湾式のおでんだ、確かもありますよ、うん、で日本、家の木さん、日本のファミレスはないんですか、ファミレスはなかったかな、
ファミレス、わかんない、あっちに行ったファミレスはちょっと見なかったかな。だけどニンニクげんこつラーメン花月はあったな。あー、そうそう、ラーメンとかあるかも。で、あ、ゆねこさん、あ、ゆのきさん、あのウーロン茶で煮た卵、そうですそうです、ウーロン茶の煮卵食べたことないな。有名ですよね。も僕もまだ挑戦はしたことないんですけど、でダンサーズさん、台湾もおまけ文化盛んですね。おまけすごい、うんうん、すごいです。うん、でえのきさん食べたことないんです。あ、ウーロン茶の煮卵の話かなと。ああ、うん、とかファミレス、ファミファミファミ、じゃない違う、ファミレスじゃない、ファミレスに引きずられてる。コンビニは、はい、日本のものもあるんですけど、でさらにはですね、このさっき紹介したホームページに載ってるんですけど、うん、ダイソー、うん、あるね、ダイソー、ダイソー、ダイソーあるねどっちだ、台湾も何割になってる台湾はダイソーっていうんですか知らないけどどっちか分からんけど、ダイソー、ダイソーじゃない、ダイソー、ダイソー、ダイソー、ちなみに日本は100円じゃないですか、100均じゃないですか、向こう39元なんですよ、うん、でもあのさっき冒頭、番組冒頭で本日のレート 3.2 円って言ったじゃないですか、うん、なんで計算すると、まあ、40円計算として、資産12だから高くなるんですよ。そうそう、100円超える。はい、まあ、僕一回台湾のダイソー行ったことあって、うん、で、まあ、荷物カバンが欲しかったから買ったんだけど、うん、まあ39元って切り悪いなと思って、なんで40元じゃないんだろうと思って、うんうん、っていう話このオチのない感じいや、あと、それからユニクロもあります。あ、ユニクロ、ユニクロはもう世界、ユニクロ、うん、あの台北駅にもユニクロありますよ。 でそれから無印良品、うん、うん、あ、無印もあるんですよ、無印もあるんですよ、とかですね、まあいろいろあと紹介とかあるんですけど、まあお店で言うとそういうところか、あと百貨店とか、あ、三越、はい、三越あります。三越は新興三越って言って現地の企業と手組んでて、でも高いですよね、でかいね、高い建物の大きさじゃなくて値段の話値段の話、あ、一応建物も大きいですよ。台北101ができる前までは、うん、台北駅の前の新興三越が一番大きかったんですからね、うんうん、まあどちらも高いんですよ、はい、で、中高復興駅の前にはそごうとか太平洋そごうとかあったりとか、百貨店も結構日本のやつとかあるんですよ。でそれから食べ物で言うと爽健美茶ありますよ。あるね、爽健美茶、お菓子とかはいっぱいあるよね、うん、うん、日本のもの結構あって、うん、だからそれこそコンビニに入ったら日本のものいっぱいあるから、そうそうそう、もしどうしても台湾の食事が合わないとかって思ったらコンビニに行ってください。そしたらあります、日本食がいっぱい、安心してください、いっぱいありますよ、うん、なっちゃんもあるよって、うん、なっちゃん、爽健美茶とか、なっちゃんとか、うん、とか、あと何かあったっけな、カルビーもあったや。もうお菓子は本当にたくさんある、うん、あれはポカリは、ポカリある、ポカリとかもある、ポカリもあったはず、うん、うん、私よくポカリ飲んでました。ポカリ安い、安いんですよ。あ、まあ、確かに、そうそうそう、安くてスプライトとか飲んでたから、セブンアップ、うん、スプライトかな、うん、コカ・コーラ系の商品とか、うん、いっぱいありますよ。あ、家の木さんが、うん、ファミチキあるんですか、ファミマに。ファミチキはなかったかな、ない、ないないない、ファミチキはなかったと思いますよ。で名古屋のダンサーズさん、コンビニおにぎり売ってるよ。おにぎりもまた具材がちょっと違うんですよ、日本と。特徴あって、買ったことないけどね、コンビニ、あっちまで行ってコンビニでご飯あんまりね、買わないかな。やっぱ飲み物ぐらいかも。そうそう、飲み物、うん、あっちからね持ち歩こうと思って飲み物ぐらいは買うけど、あとお菓子ちょこちょこ、うん、とかは買うけど、ご飯買ったことないな。確かに、まあ、うん、ちょこちょこちょこ買うぐらいかな。でも日本のコンビニはトイレが確実にあるから、トイレ借りようぐらいで入れるけど、うん、台湾はないからね、トイレ借りれないじゃないですか、うんうん、トイレ結構厳しいな、うん、ちょっと今度なんかトイレ事情、うん、でもたまにコンビニトイレあって、うん、すごい綺麗な時がある。コンビニのトイレが一番綺麗、確か街中よりはいいかもしれないけど、うん、日本の感覚ツイキャスにコメントを来ております。えのきさん、おでんの内容も違うんですかねって。ちょっと違ったような、なんか色が濃かったような
気がします。僕もはっきり覚えてないんですけど。でグーグン1号さん、某所で撮影するのでコンビニで買う派です。撮影写真、飛行機の写真じゃないですか。グーグン1号さん、台湾のコンビニでもトイレありますよ、うん、あそうなんだ、 まあ、あるところとないところがあるんだ。ないところもあるかも。うん、なんかほとんどないイメージだった。今は普通にあるんですか、うん、いや私が今年行った時は普通にあって、うん、どこでも、いやどこでもじゃないと思う。まあだから新しいところはあるかもしれない、割と新しいと思います、うん、日本に。まあそんな感じで、うん、台湾にも日本のものはあるんですよ。今日はちょっとまあその端くれみたいなものしか紹介できなかったんですけど、また、うんうん、詳細が分かれば次やろうかなっていうような感じですよ、うん、ということで、はい、台湾に行った時はぜひこのあ台湾にもあったんだなみたいな福山の曲を歌いながら、うん、思い出してくださいはい、ということで今日のメイントピック、メインテーマは台湾にもあったんだでした。さてさて、ここからいやまだもうちょいあるんですけど、うん、ここからはですね、今日は台湾エンタメ情報局ということで、ですね、イベントが先週あったんですけど2つちょっと目玉となるイベントが、うん、でそれを日本と台湾であったんで今日はちょっとそれを紹介したいなと思うんですけど、先週のですね、先週の15日に、うん、あの阪神甲子園球場で行われた阪神対オリックスの試合、この日1日が台湾デーっていう名前で、うん、あのその日1日がその台湾一色になったんですよ。これ去年は西武ライオンズが主催で開催したんですけど、今年は阪神タイガースが確かタイガーエアーがその大阪に就航するからっていうのを確かそれの記念でやったんですけど、で今回はあのカノっていう映画は2人は見ましたか、見たか、野球の、うん、見てない。甲子園に台湾の高校が日本統治下の時代に甲子園に出場するっていう作品なんですけども、でそれので、日本あの監督、野球、高校の監督、近藤監督を演じた永瀬さん、永瀬さんはですね、下の名前漢字読めない、永瀬さんとか、あとこの映画のプロデューサーであるウェイ・ダーシェンさんとかで、俳優のチェン・ヨンシンさんが、まあ、始球式に登板して、でこの日一日その台湾のなんて言うんだろう、ピックアップした日っていう風なイベントがあったんですよっていうことをちょっと紹介しました。うん、あ反応が薄い、はい、まあまああったんですよ、はい、でそれからあと台湾で資料がないな、台湾でですね2016当初音楽祭っていうのがあったんですけど、これは、すみませんちょっとあの急いで資料を探そうと思ったんですけどなかなか見つからなくて、確かカチンバさんっていうアーティストがいるのは、うん、カチンバクワトロ、聞いたことあります。カチンバ1551、カチンバが沖縄の、はい、うんうん、沖縄、ですね、この当初音楽祭っていうイベントがありまして、うん、台湾と沖縄で毎年交互に開催されているイベントがあって、うん、去年は沖縄で開催されて、うん、その時のイベントの名前がアジルーっていう名前で、うん、アジアンルーツ、つまり沖縄の港川原人がアジアのルーツって言われてて、でそこが見つかったその洞窟の中でコンサートをやったんですよ。アジアのアーティスト、原住民系のアーティストが集まって一堂にそのイベントをやったんですけど、そういう感じのイベントをですね毎年沖縄と台湾で交互にやってて、で今年は台湾で開催されたっていう輸入情報ですね。で来年はまたこの多分沖縄で開催されるんで、うん、参加するアーティストとか呼びたいなと思うんですけど、うん、っていうニュースでした。はい、はい、尺がないですけど、はい、尺がないです、はいはい、残り3分となりました。いい頑張って読みます、はい、ですね、あちょっと待ってくださいね、まだ、はい、もうエンディングに差し掛かったんで、とりあえずエンディングに、うん、あもちろんニュース紹介するんですけど、うん、時間ないですけど、はい、
まあエンディング、はい、最後に、うん、沖縄と台湾に行きたくなった人のために台湾の観光情報として、うん、今日は飛行機の話をしたいと思います。はい、はいはい、トランスアジア航空台北沖縄線撤退へ経営刷新目指す方向、台北20日中央フォーカストランスアジア航空は17日の取締役会で経営刷新に向けた新たな施策が了承されました。増資を図るほか台北桃園沖縄那覇線など一部路線から撤退し、今年末までに4機の保有しているエアバス A330-300 型機の運航を取りやめる計画です。トランスアジアの代表は安全を第一に図ると強調。従来型の航空サービスを提供するフルサービスキャリア格安空港会社 LCC のどちらでもない消費者の声を生かした新たな空港ビジネスモデルを作り出すことになります。OK です。終わり？はい、まあ、はい、そうです。トランスアジアが沖縄間の路線が撤退するということなんですけど、うんうん、そんな皆さん、はい、安心してください。はい、バニラエアは2016年の9月14日より沖縄と台北線に新規就航するそうです。イエーイ、まあ、一つなくなったら一つ入ってきた。はい、安いバニラエアが入ってくるのでご安心ください。はい、飛び、はい、さんすごい、ありがとうございます。30秒しかないから、はい、お送りしてまいりました台湾情報バラエティジャパベですけど、皆さんいかがでしたか。まあ、これを聞いて台湾に行きたくなったとか台湾に興味を持ってくれた人が一人でもたくさんいることを私は願っております。はい、ということでマイクが下がってきちゃった。グダグダだ。ということで、じゃあ皆さん来週もぜひお聞きください。はい、さよなら、チャイチェン、バイバイ。ありがとう、ありがとう。なんだそれ。受ける。ああもうダメだ。マイク。お疲れ様です。すごい。何がですか。違う違う、今のかっこよかった。何がですか。なんか良かった。いや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 。素晴らしい。いやいや、とんでもないです。ね、いやでも、まあ紹介できて良かったですね、飛行機。もう頑張って練習したのに全部あれダメだった。全部グタグタじゃん。まあまあ。尺がね、厳しかったですか。一人で遊んでたりして、でもまあいいかもしれない。さてさて、あ、ちょうど切れちゃった。そういえば今日一回も更新っていうかこんなの出なかった気がするけど、コイン入れてくれた人が、コイン入れた、あ、そういうことなんだ。よかった、うん、自分で入れたり相手が入れたり、あ、閉めれなかった、参った。あ、すごい。締め言います、つなぎます。あ、じゃあ一瞬だけつなげますか。一瞬だけ。終わったと思ったでしょってまた、はい、終わったと思ってたと思いますけど続いてたんだな。それ面白いね。終わったと、でも終わらすけどね、はい、もうまた始まった。本当にありがとうございました。すいません、くだくだで。いるね、見てる人ね。延長延長、延長しないよ。先週がすごい延長したからね。なんで、どういう意味ですか、延長したの。この終わった放送後にこの会話、つなげた状態での会話がめちゃめちゃ長かったんです。すごい。そこにコイン入れられました。そこ、そう、オンエアでは誰もコイン入れてくれないのにそこにコイン入れてくれたの。あ、じゃあ、みたいな。すごい。まあ、よかった。でも今日コイン本編に入れてくれた方々で、ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず一つの目標が、コインが、コインをほら、あれ結局コインって自分が見たいものに入れるじゃないですか。うん、で、あの
1日2つしか使えないんで、結構だから、縛りがあるんだ、はい、なんで入れてくれ、それを入れてくれたってことは、これコイン入れる人はコイン代はタダなんですか、入れるときは。あのまた元に戻るんですよ、1日2個が無料の人はみんなできるんで、なるほどね、お金の人がもっとできたような気がするんですけど、じゃあコインをこっちに入れるためにいくらか払ったとかではではないです、はい、よかった、まあ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 、こんな払ってたらなんかもう本当に申し訳ないです。でもすごい、ありがとう、ありがとうございます。なんか、なんだろう、この取り上げてほしいテーマがあればぜひ言ってください。そうだね、うん、もっと簡単にしてほしい、あのね、まあ、構成を難しい、いや難しくないですよ、難しいよ、簡単にやってますよ、適当にやってます。これで飛行機アイロンだともっと適当で、いやでも、でも僕も結構しっかりしてるじゃないですか。いや、そうでもない。これ今まで繋がってますよ、皆さん。忘れてた、内輪の話です。終わります、切りましょうか。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。また見てください、ありがとうございます。チューブの最低で MCC の主食をしているので大変バブリーな、バブリーな時間です。